皆さん、こんにちは。今日は政治家女子48党の代表者名義変更登記の添付書類ということでお話ししようと思います。これですよね、法人格のある政党の代表者変更登記申請に必要な添付書類が、分かりました。で、結論的には辞任届は不要になります。その代わり、代表者が一人でその人が辞任して、別のね新しい人が就任する場合には、新旧代表者つまり、古い人と新しい代表者のが記名押印した書面が必要になります。だからこれを添付しないといけないんですよね。で、どの法律の何条に書かれているかっていうね、いうことなんですけど、政党法人格不要法という法律があるんですよね。正式名称はもっと長いものになります。この法律の第7条の2、第2項に、添付書類が書いてあるんですよね。で、この、第7条の2、第2項には括弧書きがあるんですよね。で、この括弧書きの中に書いてあるんですよね。で、括弧書きの部分ですけど、代表権を有する者の変更があった場合には、まさにね、この代表者の変更登記なんですよね。で、他に代表権を有する者があるときは、これは例えば代表者が2人いて、1人辞任しました。その場合はね、その残ってる人が、一人でね、記名を押印すればいいんだけど、今回とは関係ないから、その先のにある他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないとき、例えば一人だけ、今回みたいに一人だけで、その人が辞任した場合は、まさにこの場合に当たるんですよね。で、その場合には当該変更があったことを称する代表権を有していた者および代表権を有するに至った者の記名押印した書面とするっていうね、ここなんですよね。だから平たく言うと、大津党首と斉藤議員が記名押印した書面、おそらくこれは一つの書面に連名で、記名押印するっていうことだろうと思うんですよね。文面としてはその素人が多分こうだろうなっていう文面では、大津彩香は令和5年3月29日政治家女子48党の代表者を辞任しました、また斉藤健一郎は同日同党の代表者に就任しました、以上の事実に相違ありません、令和5年何月何日で、大津彩香委員、斉藤健一郎委員とかいうね、そういう体裁になるんじゃないかなと思うんですよね。で、ここで記名押印って書いてある、記名と署名は違うんですよね。署名は自分で氏名を手書きすることなんですよね。ところが記名は印刷でもいいしゴム印でもいいんですよね。で、記名押印っていうのは他人が代行してもいいんですよね。他人がその、書面作って印刷して印鑑をしてもいいんですよね。他人が代筆して印鑑をしてもいいんですけど、この代行して記名押印する場合も本人の意思に基づいて記名押印しなければならないんですよね。通常は書類作っておきますよとか言って、お願いねとか言うね、そういう了解を得て作るんですよね。だからこの場合は、大津党首に了解を得て作成しなければいけないんですけど、今回、了解がないということになります。というわけで、司法書士とか、その他のもの、党内のものとかが大津党首の記名押印をした文書を作成したら、有印私文書偽造罪が成立することになります。刑法159条1項で、その書類を登記所に提出したら行使罪が成立するんですよね。刑法161条になります。で、これですね、法定刑が3月以上だから3ヶ月以上5年以下の懲役になるんですよね。これは偶然ですが、ガーシー議員の捜査されている常習的脅迫罪と全く同じ法定刑、つまり重めの法定刑になります。
で、まあ、これ2つの罪が、まあ、成立するんですけど、まあ、目的と手段の関係なので、2つだからその法定刑が増えたりするわけじゃなくて、まあ、三月以上5年以下の懲役っていうのが、まあ、法定刑になります。でですね、まあ、残ったいろいろね、分かってきたんですけど、残る謎はこの記名押印の押印は実印で印鑑登録証明書を添付しなければいけないのかどうかっていうのがね、まだ分からないんですよね。でもし実印でないといけない場合は、まあ、不可能だと思うんですよね。まあ不可能ではないけど、印鑑登録証明書を偽造して、で、まあ、実印もね、その通りの実印を作るというのはかなりハードルが高いし、その法定刑が1年以上10年以下の懲役というね、ボンって上がるんですよね。まさかこれをやるとは思えないので、まあ、ということは、まあ、この押印は、まあ、三文版でもいいのかなというふうに思いますが、まあ、このところはね、まだ不明ということになります。まあ、加用マリノ先生の、まあ、解説動画があればいいなというふうに思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。